どうもこんにちは今回ですね私がおすすめするサイトとしてベルトラというサイトを紹介したいと思うんですけどもよく私が海外に行く時なんかにオプショナルツアーに参加する際に利用するサイトですこのベルトラの何がいいかというとまず他のねオプショナルツアーに比べて価格が安いということ最低価格保証がついているので他よりも安いわけなんですね また実際に参加してみてこのベルトラのねランキング上位のツアーに参加するとほとんどね外れがないそしてまたガイドの方もすごくね丁寧でいいなと思うのでちょっとね紹介したいと思いますサイト見てみると国内海外問わずねいろんなオプショナルツアーがあるわけなんですけども今回は私がね好きな国の一つのドバイちょっとね見てみたいと思います 本当にドバイはね、いい国で、ぜひ一度は行ってほしいなと思う国なんですけども、こちら、売れ筋ランキングと満足度ランキングってあって、ほとんどね、このどちらも上位のものは参加してみて外れがないですね。例えばこのデザートサファリなんかも私一回参加した時あったんですけども、詳細を見るで入ってみると、このような感じで価格がね、書いてあるわけなんですけども、 プランがあっっててこのよよううにに選ぶなな感じになってます詳細をねこのような感じで見てどこの場所から車で迎えに来てもらうかまたスケジュールはどういうふな感じになってるのかそして送り場所とこういった感じに載っているわけなんですけども価格に関してもこちらで円で表示にすると日本円でねいくらで参加できるのかというような感じで分かるようになってます。 また右側にはねこういった感じで体験談ついててえこちらを見てね実際どういった体験をねした人は感想を持ってるのか見てみるといいかと思いますこんな感じでたくさんあるわけなんですけども基本的にはこれ申し込んだ後は申し込みページが出て PDF のね保存するページが表示されるのでその PDF を紙にね印刷してそれを 現地にに持っっっててて行渡すすすという感じになっていますまたですね中には無料特典とこういったものがあって見てみると大人2名で参加した場合1名無料になるとか特にねそんなにツアーに参加する予定はなかったけどちょっとね時間が空いたよといった時なんかにこういったね無料のツアーなんかも結構いいのありますので参加してみるのも悪くないかなと思います。 体験談を書くとと無料になるいいったものが多いですかね本当にね海外に行くとこういったね楽しいことがいっぱいありますのでぜひねあなたももし海外に行く時なんかは利用してみてくださいというわけでご視聴いただきありがとうございました。